門別競馬場、門別競馬場、門別競馬場、門別レースコースは、北海道猿郡日高町、日高振興局管内にある、北海道競馬の競馬場である。本項目では、前身となる、門別競馬トレーニングセンター、及び2013年より開設している、J プレイス門別、J プレイス紋別についても記述する。 1997年12月に開場した日本で最も新しい競馬場。1982年より北海道競馬の門別トレーニングセンター、トレゼンとして使用していた馬場などを約15億円かけて回収した。土地所有者は一般社団法人北海道競馬振興公社、施設所有者は第三セクターの北海道競馬振興株式会社。 北海道競馬は土地を無償貸借、施設は沈借して、競馬を開催している。当期救済期間を含む、非開催時は、万永競馬や多地区の場外発売所、門別場外発売所として使用している。かつて、門別競馬場以外の競馬場で、北海道競馬を開催していた際は、門別競馬場が場外発売所として、発売を行っていた。 また2013年3月23日より、日本中央競馬会、JRA の全レース場外発売も開始した。JRA 発売時は、J プレースも別、J プレースも無別と呼称する。競馬場下にあたり新設された、スタンド以下、A スタンドと表記は、収容人数が500人と小さいが、寒い時期も感染しやすいように、 観客席側を全面ガラス張りとした。A スタンド完成時は、競馬場としては、日本一小さなスタンドであった。これは、競馬場の所在地が、札幌などの都市部と大きく離れている、地理的特性から入場者を多く見込んでいなかった、ことも背にある。2009年3月に、スタンドの増設工事が完了し、新たに、ポラリスドームの愛称が付けられた。 収容人数は800人で A スタンドと合わせた収容人員は1300人となる。合わせて芝生席と根っこ広場も新設した。2010年は10人程度がジンギスカンを食べながら観戦できるグリルハウスやオープンカフェの新設、有料個室観覧席のプチハウスがオープン。日高地区の農産物や海産物の直売コーナーも設置され、 さらなる施設面の充実が図られた。入場人員のレコードは、コスモバルクの引退式が行われた2010年5月4日の2867人、当時。第4コーナー付近にある入場門、優秀ドリームゲートには以前使用していた青色の旧型スターティングゲートが保存されており、来場客はゲートを通過して入場する。また、 優秀ドリームゲートからスタンドまでの距離が200メートル以上あるため電気自動車を使用した送迎も行われているパドックは当初はソウル前 A スタンドと本場場の間に設置していたが来場者が場外発売を利用する際の利便性を考慮し2009年よりスタンド裏手に移設された旧パドック跡地は観客用スペースとして再整備されたが床面には 中央部に北海道競馬のロゴをあしらった楕円形の集会コースがそのまま残されている。キューパドックのコース側はウィナーズサークルへ向かう通路としても使用されており、勝馬はファンの目前を通過してウィナーズサークルへと向かう。ババ内には固定式の着順掲示板を常設しておらず、ババ内に設置している車載式の大型映像装置や JBC ビジョンを含む場内モニター、 CS 放送などのテレビ実況中継で着順表示を行っている。2010年からはパドックに LED を使用した簡易馬体重表が設置された。2015年開催よりパドックの機種や旧車の応援幕はゴール前、ウィナーズサークルへ向かう柵に移設され、パドックにはスポンサー企業の広告幕が飾られている。大きな勾配のない平坦なダートコース。 海砂を使用し、砂圧は 12cm 前後と他の競馬場よりも深めに設定されている中央競馬や他地区の競馬場におけるダートコースでは 8cm から 10cm 程度の設定が一般的。太平洋に近い海沿いの立地条件に加え昼夜の気温差も大きいことから濃霧が発生しやすく、これが原因で開催が中止されたり、一部の競争が 取りやめとなるケースも発生している。42基の照明塔をコース内外に配置し、2009年から門別競馬の全開催日をナイター開催としている、後日なお、内回りコースが2015年に新設された、後日時点では、同コースに照明設備がな、2016年に設置、ことから、同年は、 内回りコースを使用する1500メートル1600メートルの競争は、重症も含め日没前に施行するものとしていた。地方競馬専用競馬場としては、国内最大級のコース規格となっている。競馬場化する以前より調教用として使用している、本馬場内側のコースは、パトロールタワーを整備していないことなどを理由に、競争用、本馬場としては使用していない。 北海道競馬では競争距離にバリエーションを持たせ競馬番組の充実を図ることを目的として2014年度より門別競馬場の内回りコース新設工事を進め2015年4月13日に春工式が行われた第3コーナー手前から分岐する延長205.87メートル、福音20メートルの内回りコースを新設し 新たに1500メートルと1600メートルの試行距離が設定された前日、内回りコースは一周1376メートル、直線は218メートルとなる。2007年以降、減損する地方競馬、平地競争の競馬場で内回り外回りのコースを併用する競馬場はこれまで大井競馬場のみであった。北海道などから一部補助を受け、 敷地内に調教用施設が設置されている。地方競馬としては充実した設備となっており、500メートルの追馬場を回収したウッドチップコースが本馬場内側で2010年1月5日より使われているほか、2012年には当季も利用が可能な屋内調教用ハンドコースも新設され、5月14日より強用を開始した。競馬場の北側に設置されたハンドの全長は、 約900メートル、幅員は10メートルで二等による併装も可能。路盤は土産木材を利用したウッドチップを敷き詰め、高低差は21メートル、勾配は0.5から5.5%となっている。ハロンタイム測定装置やモニターカメラも設置された。屋内調教用販路は北海道競馬所属場のほか、牧場や育成施設関係者も有料で利用が可能。 前日の通り、競馬場化される以前は、門別競手場トレーニングセンターの名称で、関係者の生活拠点、及び所属場の調教用施設として運用されていた。当期に、約5ヶ月の救済期間がある、北海道競馬、同栄競馬では、従来より開催のない当期に多地区の競馬場で、長期滞在を行っていたが、 1970代の初頭頃から受け入れ体制が変化したため、旧社関係者が帯広、旭川、岩見沢の各競馬場に残ったり、一部は場所の牧場や自分の牧場へ分散するなどして、次年度の開幕に備えていた。ところが、一旦解雇した、休務員が春になっても集まらず、人員不足に陥ったため、競争馬の調教が不十分な上、頭数不足も、 深刻となっていた。また、自前の競馬場を持たないため開催地が変わるたびに、関係者は引っ越しをしなければならず、関係者の子供たちも、その都度転校を余儀なくされていた。こうした事情から、長京都生活の拠点となる、トレーニングセンターの建設が切実な問題となり、候補地として、門別と千歳が争った結果、積雪量の少なさなどで優位な立地条件を持つ。 門別に決定で、1978年、昭和53年に着工。1982年、昭和57年から入級が開始され、1985年、昭和60年に竣工した。トレーニングセンターが建設されたことで外部との接触が制限され構成確保の面で大きく寄与することになったほか、同じ敷地内に全員が定住することで、 日々の状況を競い合うようになり、競争場の支出向上にもつながった。また、関係者の家族や子供たちも、引っ越しや転校の必要がなくなり、安定的な生活、学習環境を得られるようになった。2008年度はまでは、主に4月、開幕マイナス5月、もしくは10月から11月、閉幕のいずれかにに開催程度であった。 1997年度から1999年度まではウィンターレースの名称で12月から1月にかけても開催していたが馬場凍結による中止が頻発するなど問題が多かったため1999年度をもって終了した2009年度より北海道競馬が旭川競馬場での開催から撤退したため全日程の大半を 門別競馬場開催とした2009年度の開催日程は5月20日から11月19日まで14回76日間。さらに2010年度からは札幌競馬場での開催休止に伴い門別競馬場での単独開催となった2009年度から門別競馬の全開催日を原則としてナイター開催としている2010年度からは 門別単独開催のため、全日程ナイター。相性は、一般公募により、グランシャリオナイター、グランシャリオイコール北と並せと決定した。他の競馬場と異なり、キャパシティの少なさや、周辺の交通事情から帰宅者の混雑が起こりにくい。ことや、南関東地区との相互発売の都合などから、メインレースが最終レースに組まれるのも特徴である。 ただし、JRA から出走馬がある、ダートグレード競争試行日や JRA、交流競争は最終レースに組まれない。大井競馬、川崎競馬、船橋競馬開催中は、南関東地区でも後半2の3レースが広域場外発売されているほか、浦和競馬における昼間開催時も夕方のレースが2レースほど、南関東地区で広域場外発売されため、 序盤の第3レースから第5レースあたりに特別戦が組まれることもある。サラ系の競争の未記載、参考資料、レコードタイムルーム、全レース100円単位、場外発売時、万営競馬、立区広域、日本中央競馬会は、各主催者が発売している掛け式に準じて、すべての掛け式を発売する。ただし、枠一重を発売する場合でも枠一重のオッズ表示は、 行わない。発売、立地区場外発売のみ、発売なし。2015年度の運行は以下の通り、道南バスが運行、門別競馬場前停留処理を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。